イースターおめでとうございます。礼拝唱詩イザヤ書60章1節2節をお読みいたします。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き出、主の栄光があなたの上に現れる。お差し支えのある方はそのままで結構でございます。お立ちいただきまして、新聖歌123番をもって共に主を賛美いたします。までご一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは修法の裏側に印刷されているほか、前方のスクリーンに映し出されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。おかけください。新聖歌126番をもって共に主を賛美いたします。Thank you.
します。購読文58番、新生花975ページでございます。新生花975ページ、購読文58番、コリントの信徒への手紙第15章、抜粋という箇所でございます。司会者が細い字の部分を読みますので、皆様はご一緒に太い字あるいは下線で強調された部分をお読みください。しかし実際キリストは死者の中から復活し、死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命の生かされる霊となったのです。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今では異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して、この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この朽ちるべきものが朽ちないものを離れていくことになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、死のように離れているものが実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の勝利は死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。主の技に常に励みなさい。主に使われているなら、自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、この礼拝のためのお祈りを野添姉妹にお願いいたします。お祈りいたします。私は蘇りである命です。いつも私たちを愛してくださる神様、私たちのために一人のイエス様を賜ってくださり、今日こうしてイースターの礼拝にの恵みに預かりますことを心から感謝いたします。イエス様はよみがえられ、そしていつも私たちと共にいるようにしてくださったことを本当にありがとうございます。神様、あなたの言葉によって日々導かれ励まされ、希望を抱くことができますことを感謝します。今日も神様、江上先生を聖霊に満たし、御言葉の良き通り札として尊く大きくお持ちください。あなたの言葉を待ち望みます。御言葉に信頼し、御言葉に従っていつも歩むものと導いてください。信ずるものにならないで、信ずるものになりなさいと、イエス様は声をかけてくださいました。神様、どうぞあなたの御言葉を今日もしっかりいただいて、心に留めることができるように祝してください。また今 CS の教会学校の礼拝の上にどうぞ豊かに祝してください。子どもたちもイエス様の本当によみがえりを
喜びに感謝してこの礼拝を過ごすことができるように導いてください。待ち望み主イエス様の尊いお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。ご一緒に使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条は修法の裏側に印刷されているほか前方のスクリーンに映し出されております。使徒信条。我らは天地の造り主全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。アーメン。聖歌隊による特別賛美イエスにある勝利でございます。
聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書16章1節から8節、新共同訳聖書後ろの方の新約聖書97ページでございます。新約聖書97ページ、マルコによる福音書16章1節から、復活すると題された箇所でございます。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。本日は、全くもって予想もしなかった出来事と題しまして、江上先生にメッセージを取り次いでいただきます。皆さん、おはようございます。イースターおめでとうございます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて心から主を賛美いたします。過ぎました1週間の間、受難週でありましたけれども、主イエス様が苦しまれた、そのことを日々思いながら私たちはこの1週間を歩んでまいりました。主の苦しみが私のためであったと、そのことを思いながらこの1週間を過ごすことができました。あなたの守りと支えを感謝いたします。1週間の間に辛いことや悲しいことや苦しいことを経験なさった方々の上には、より深いあなたの愛と守りと支えがそこにあったことを信じます。イエス様が本当によみがえられたことを記念する日曜日の朝、今日はイースターの礼拝、こうして愛する多くの兄弟姉妹とともに心を合わせ、心を一つにし、心を注ぎ出して私たちの救い主であるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。目には見えませんけれども、あなたは復活なさって今も生きておられるお方、この礼拝の中心におられて礼拝を司り、あなたご自身の権威を持ってこの礼拝を始めから終わりまで豊かに祝福して導いていただかることを感謝いたします。今一人一人にあなたご自身の御手を触れて、あなたの恵みで満たし祝福してください。肩のもの、本当に弱きもの、小さきものですから、イエス様、あなたの恵みの十字架の陰にこのものを隠して、聖霊なる神様が一人一人にふさわしく神の御言葉をお語りください。聞く一人一人も信仰が与えられ、霊の目が開かれて御言葉に立って、御言葉によってこの一週間も力強く歩ませてください。全日本、全世界で持たれているこのイースターの礼拝の上に、あなたの豊かな祝福を与えください。特に多くの中にある教会、特に13日の木曜日、天に帰られた山地進先生の恩教会、浦和教会の上に、特にあなたの守りと支えがありますように導いてください。すべて委ね主に期待し、この祈り、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が十字架にかかって死んで墓に葬られて3日目によみがえったことを記念する、日曜日の礼拝ですけど、今日は特にイースター、主の復活を記念する喜びの日です。皆さんと一緒にこうして
イースターの礼拝を捧げることのできる恵みを感謝しています。先週は月曜日から土曜日まで毎晩受難週の祈り会を持ちました。エルサレム入場から埋葬までイエス様の記事を読みながら、皆さんと一緒に祈りを捧げることができました。参加してくださった方々、また時間を合わせてその場で祈ってくださった方々、祈祷会の祝福のために祈ってくださったことを本当に感謝しています。来年はまたちょっと違った形の1週間を過ごしたいなって思っています。最近イースターはですね、少し以前よりもこの予的になったというか、この世の人もイースターって言うようになった。皆さんテレビをつけるといいようでね、ハッピーイースターって宣伝してますし、フェイスブックを見ますと今日アナ全日空がですね、座席にこの卵をこう置いて、イースターのそういう、ああそういうこともしだしたなって。もう当然ディズニーランドは今日イースターパレードってイースターやっていますけども、まあ、本当の意味イエス・キリストの復活を覚えるイースターではなくって、なんか卵、まあ、教会でも卵食べれる言うんですけれども、でもイースターってじゃあ本当の意味知ってるってお話しすることができるかなって思うので、多くの人がイースターって言ってくださることはそれはそれで伝道につながるかなと思います。皆さんもそういうイースターって出たら、あイースターの意味知ってるってお話してあげたらいいかなって思います。今日は今読んでいただきましたマルコによる福音書の16章1節から8節を通して、全くもって予想もしなかった出来事、もう驚きの出来事、それが復活の出来事であるということをお話したいと思います。この16章の前になりますけれども、聖書を持っている方はその前のところに47節というところに、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。何かの女性たちはイエス様の十字架処刑を遠くからこう見ていたって聖書に書いてありますね。イエス様の苦しみをこう思いながら女性たちは見つめていましたけれども、また彼女たちはイエス様が納められた墓の場所、それがどこにあるのかっていうことをまあ見つめていた。それは何のためかというと、イエス様に香油を塗りに行くためです。イエス様が十字架に着いたのは金曜日の午前9時から午後3時頃だと言われています。午後6時からもう安息日が始まります。当時の安息日は金曜日の土曜日から、金曜日の6時から土曜日の6時までですから、もうイエス様が死んでおろしてからもうあんまり時間がない。そしてアリマタイのヨセフという人がね、自分の墓に入れてくださいとか、ピラトのところに遺体を渡してくださいと、そういうものがあってですね、女性たちはイエス様の遺体にこの埋葬の準備ができなかったんですね。死を悼むっていうかね、こう死んでいるそのイエス様を前にして悲しみながら、イエス様の生前のことを思いながら香油を塗るということができなかったので、安息日が終わってその日曜日の朝にそのイエス様の遺体に香油を塗って、まあこうイエス様の生前を忍びたいっていう、そういう思いがあったわけですね。ですから日曜日の朝早くに彼女たちはイエス様の遺体が納められているこの墓に急いだ。そのためにどこにイエス様の遺体が納められたかというのを見つめていたわけです。しかし問題が一つあったね。イスラエルの墓は、まあ、岩を掘ってその横穴式になって、その入り口に溝を掘って丸い大きな石をゴロ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 転がして石を塞ぐ。ですからそれを一体誰が動かしてくれるでしょうか。ここには3人の人が名前書いてますけどね、怪力じゃないですから、弱い女性ですから、昔の話ですよこれ、弱い女性っていうのは今だったらおおってなるのないんでしょうけれども、誰が岩をね、石を取り除けてくれるんでしょうか。それがなかったら、岩が除けれなかったら中に入れないわけですから、まあ彼女たちはそうやって計画して氷を買って準備したけども、その石を取り除けてくれる人を準備しなかったっていうのは準備不足でしたね。しまってたらどうするのって、入れないじゃないの。とにかくでも彼女たちはやってきたんですね。
もう意思が入り口にあるからもう無理だなって思わなかった。あ、行ってもどうせ無理だなって思わなかった。とにかく行ってみようよって、行ってきたらやったら空いていたっていうことなんですね。私たちもまあこの礼拝にね、毎週来るわけですけど、鍵が開いてないってことはないですよ、教会に。私が朝開けますからね、教会の礼拝に行ったってねって思うことあるかもしれませんね、けれどもとにかく来る、とにかくやってくると神様の恵みがあるってことを聖書は語っているように、思うんですね。まあ、彼らがそのように誰が一体意思を取り除いてくれるでしょうかって言ってきたら、聖書はですね4節のところに、意思はすでに脇へ転がしてあった。私たちは心配することがたくさんあります。思い悩むことがあります。でもその前に神様はちゃんと脇へ意思を転がしてあったというように、すでに神様がこう前もって働いてくださるって、私たちが恐れを持ってそこに行かなければならない、誰かに会わなければならない、でも神様がそこに働いてくださるってことを私たちは信じたいと思います。自分一人で行くんじゃない、自分一人で会うんじゃない、神様が共におられる、聖書はそう約束していると思うんですね。イエス様のために行為を塗りたい、忍びたいというその思いを神様はご存知で、ちゃんともうイエス様をよみがえって意思を脇へすでに転がしておられた。そういうことが起こるということを信仰生活の中で起こるんだって聖書は私たちに語っています。まあ、彼女たちはイエス様の遺体を求めてやってきたんですけども、まあ、墓の中に入りますとね、長い白い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。イエス様の遺体がなかったので驚きました。また遺体ではなくて、この白い衣を着た若者が右手に座っているのが見て驚きました。リビングバイブルには、婦人たちはびっくり仰天、息も止まるほどでした。びっくりしたら皆さん息止まりますか？はっそういう驚きを経験したことがあるでしょうかね。榎本康郎先生の新約聖書一日一章には、右というのは聖書では神の側である、だから若者は天使を表していると思う、天使からイエスのよみがえりは告げられたのであって、人間が考えて理解し納得できるものではないというふうに書いてありました。復活、よみがえられたということは人間の頭で、人間の常識で分かるもんじゃない、神様が御使いを通してよみがえられたんだ、ここにはいないんだという、その神の言葉、神から聞く以外にそれを受け入れることはできないというふうに言っておられます。今日イースターのために皆さん天気になるように祈られたでしょうか？寒くないように祈られたでしょうか？祈りが強すぎて暑くなりすぎて25度も26度も神様並んでいいから20度ぐらいにしといてくださいって祈らなかったんですかね、誰か。いい天気にしてください、あったかくしてください、力強く皆さん祈ったもんで、今日はもうちょっともう困ったな子供たちは今日公園で礼拝してちょうどいいかなって思うんですけどね、祈りは聞かれるということを体に染みて感じております。ありがとうございました。皆さんと一緒に6節、16章の6節を皆さんと一緒にお読みしましょう。6節、はい。若者は言った、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、大さめした場所である。まあ、婦人たちはですね、イエス様の遺体がなくて若者、つまり天使がいたので息も止まるほど驚いた。その彼女たちに驚くことはないって言ったんです。怖がらなくていいって、まあ怖くない、驚くことはないって言いながら、その言った内容ってもっと驚くような内容でした。って、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所である、ここにはいない、よみがえった、生き返った、復活したんだ、
信じられない言葉です。プロ野球の日本ハムファイターズの元監督のヒルマンという監督がいました。玉川製薬にもなんかね、なんかサインを送りますなんかいうことを言っておられましたけれども、このヒルマン監督がパリーグ、ね、優勝した1位になった、そしてこう3位までの争いでまた勝った、日本シリーズで勝った、その度々言ったのが信じられない有名になりましたよね。もうだいぶ前ですよ。流行語大賞の何位かに選ばれた。信じられない、口癖が人を作るって、皆さんどんな口癖ですか。ああ疲れた、私よく疲れたっていうからよく言われて、疲れた疲れたってダメだダメだって、その口癖があなたを作ります。信じられない、信じられない、あなたを作ります。あ、でも本当に信じられないようなことだったんです。この歴史上初めてですよね、死んで蘇るなんていうことが起こったのは。彼女たちの目的は死んだイエス様、葬りの準備ができなかったので、イエス様の遺体に香油を塗りながら生前のイエス様を忍びたいっていう、もう本当に心からの願いだったんですね。十分にそれをしたい、それが彼女たちのイエス様に対する愛の表れでした。イエス様に仕えるというそういう意味がありましたけれども、復活した、遺体がない、蘇った、まあ遺体がないだろうってそう言われて信じられるようなことでもないです。遺体がないから蘇ったのかって、他の聖書の箇所には誰かがイエス様の遺体を持って行きましたって、ヨハネの福音書にはね。ここにはおられない、ここってどこ、墓場ですよ、墓ですよ。お墓っていうのは、まあ、死んだ人が納められている場所、日本ではね、骨が納められている場所です。そしてそこに行けばいつも、まあ、死んだ人を思い出すというか、愛する人を思い出すというか、そういうところですね。最近は人だけではなくて犬とか猫ちゃんがね、家族と一緒ですから、亡くなったらそこに、うちのクーちゃんという犬も亡くなったんですけど、一ノ木さんの犬が亡くなっていて、この間関内さんのところのね、クッキーちゃんが亡くなって、私全部 そこで、まあ、葬式をしたというか、そこにはいっぱい写真となんか置いてあります。で皆さん来るんですね、そこに、まあ、お墓みたいなもんですよね。でそこで思い出すわけです。もしワンちゃん猫亡くなった人がいたら電話ください、葬儀をしますから。動物でも天国へ行けるのかという本があります。究極的に行けるっていうような意味が書いてあるんですよね。聖書にもそういう神様が動物に心を止めておられるっていうことが書いてあるので、まあ今日は動物の話ではありませんけれども、そういうお墓、愛する者のね、骨が、遺骨がそこにある。先週も私たちはアバダイ教会の墓前礼拝、墓地に行って墓前礼拝をしました。先日もね、納骨なさった方があり、秋にも納骨をなさる方がいます。そこに愛する者の、まあ、そのもう骨というか、その人自身というかね、そこに行けばなんかそこで、愛する人に出会えるっていうようなね。イエス様も死んで確かに葬られたんです。ヨセフという金持ちのね、お墓、旧約聖書にはイエス様は本当に金持ちと共に葬られるってもう予言されているんです。本当だったらそういう死刑囚の納められるところってそんな綺麗なところじゃないですし、家族にしか手渡されない、家族の墓はなかった、ね、イエス様の家族の墓はきっとガリラヤでしょうから、イスラエルサレムにはなかった。だからもうそこに捨てられて、本当なら動物にこう食べられるっていう、そういう、でもヨセフという人が勇気を出して
イエス様が死んだと勇気を出して、そしてピラトに言って願い出て、自分が準備した金持ちの墓に葬られたというのが予言の通りだったんですね。けれどもここにおられないっていうんです。王様したその場所にはイエス様はいらっしゃらない、いやいる必要がない、なぜならばよみがえったからだ。よみがえった、もう彼女たちが準備した交友もいろんな準備した思いも心も必要がなくなったっていうことです。まあ、神様のために私たちも準備をしたり思いを込めたりすることがありますけど、それが無駄になるって、無駄になるっていうのは塗る必要がない、よみがえったからということです。そういう準備したものが無駄になってっていうんじゃなくて、もうよみがえられたって驚くべきことがあるって聖書は語るんです。イエス様にとってお墓は必要がない、空っぽの墓。今日全世界のイースターのメッセージでもしかしたら一人ぐらい牧師が空っぽの墓いう説教をしてるかもしれませんよ。イエスキリストに墓はない。あのイスラエル行かれた方ね、聖墳墓教会、イエス様はよみがえられたって英語で書いてますよ、そのお墓のところに。先ほど聖歌隊の賛美ね、ビクトリー・ジーザスってビバレッシェルズ先生というあのビリー・グラハム先生のお月のっておかしいですけど、大会の時に必ず説教する先生が歌っていた歌です。ビクトリー・ジーザス、キリストは勝利された、いやキリストはよみがえられた。お墓っていうのは悲しみの場所ですよ、苦しみの場所ですよ、痛みの場所です。その悲しい場所を神様の御業を行われる場所、よみがえられたというそういう場所にしてくださるということです。私たちが現実に家庭の中に苦しみや悲しみがあるかもしれない、職場の中にいろんな戦いがあるかもしれない、いや学校でいじめとかいろんな嫌なことがあるかもしれない苦しみや悲しみが現実にあるけれども、その場所が復活を象徴するような驚くような御業が起こるって聖書は約束してるんです。それは神様が私たちを愛しておられるからです。7節をご一緒にお読みしましょう。7節、はい。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい、あの方はあなた方より先に二人目に書かれる、神で書かれた通りそこでお目にかかれる。弟子たちとペテロに告げなさいと御使いは言いました。弟子たちに告げなさいで十分ですよね、わかりますよね。弟子たちに、11人の弟子たちに告げなさい。でもわざわざ弟子たちとペテロに告げなさいって言いました。なぜペテロをわざわざ名指して言ったのか、なんとなくわかりますよ皆さん、なんとなくうん、うん、あれかい。ペテロはイエス様を3度知らないって言いました。イエス様を3度知らないと言ったことを通してイエス様との関係を切っちゃったんですよね。イエス様を裏切ったっていう、そういう、もうペテロが一番よくして、他の弟子たちももちろんイエス様を見捨てて逃げました。だからイエス様との関係を切ったと言っても同じですけれども、ペテロはもう自分の口で、あなたもあの人と一緒だったって言われた、いや知りませんよ、いややっぱりいたんじゃないの、いやいや知らない、いやあなたの鉛でわかるよ、あの人も一緒でしょって言ったら、呪われても私はあの人なんて知らない、鶏が鳴いたっていうね。今年はその話はしませんでしたけれども、だからペテロにとっては他の人も逃げたけど自分はやっぱ違うって、他の人はそんな自分の口で知らないと言われ、自分は言ってしまったって、なんてもう今までは自分が弟子のリーダーだみたいな思いがあった、他の人は裏切っても私だけは裏切らないって信じてた、でも自分が一番裏切ったって、きっとペテロは苦しんだはずです。先週私はサン・オブ・ゴッドという映画を見ました。イエス様の生涯ね、ペテロがやっぱ苦しむ表情がいっぱい出てきますよ。
イエス様を裏切った、そういうペテロにこそ告げようということです。他の弟子たちもそうだけど、そういう苦しんでいるペテロ、だからイエス様っていう方は、神様っていう方はより苦しんでいる人に対して目を留めてくださる。もちろんそうでない人にも目を留めてくださいますよ。だから本当に本当に神様に目を留めようと思ったら苦しむことですよりなんか脅迫みたいだな意味としてはね、もちろんそうでない私いつも目を留めていますけど、だからペテロがそういう他の弟子たちにもより苦しんでいる、より悲しんでいる、より自分を責めているからこそ弟子たちとペテロに告げなさい。後悔してもし尽くせない、ああもうダメだ、もう立ち直れないと思っているペテロにこの復活を伝えるんだ、言ったんです。そしてこの若者天使はガリラヤに行かれるってね言いました。マタイによる福音書の14章の27-28にはこんな言葉があります。イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。イエス様が十字架に着く前に弟子たちに言われた言葉です。あなた方はつまずきますって。もうイエス様は弟子たちがつまずくことをちゃんと知っています。ペトロはあなたは私を三度知らないと言うよって言いましたよね。知ってます。だからイエス様は彼らの弱さを知っておられたんだ。だからルカによる福音書には、ああペテロにあなたが立ち直った時には弟子たちを力づけてあげなさいという励ましも与えているんですね。私たちが弱い人間だってイエス様知ってるんです。頑張ろうとしても頑張れない自分たちを知っているんです。で失敗した時にほら見ろって言うんじゃなくって、ペテロにこそガリラヤに行ったらお目にかかれるって言いなさい。ほら失敗したって、失敗を責めるお方じゃなくって、それを覆ってくださるお方、いや私たちの罪のために十字架にかかって尊い血を流し命を捧げてくださることによって全ての罪をもう許してくださった、十字架の上で徹底でさえ完了した、この私の命で全ての人の罪が許された、私の霊を見てに委ねますってイエス様は息を引き取ったんですね。イエス様はちゃんともうすでにガリラヤですから、ここでもかねてね言われていた通り、かねて言われていた通り、十字架につく前にもうちゃんと言っておられたでしょ、ガリラヤでお目にかかれます。ガリラヤっていうのはどういう場所かというと、弟子たちの故郷です。彼らが生まれ育った場所です。そしてイエス様に出会った、初めて出会った場所です。サウロの映画でもイエス様があのペテロの船にバーッと近づいていってね、あの乗り込まれるシーンとかありますよ。イエス様が自分たちを弟子として選んだ場所、イエス様のすごい奇跡を見た、あの5つのパンと2匹の上で奇跡カゴをパーッと上に上げたらうわーって増える、そういうシーンもありました。そういう奇跡を見た、うわーってイエス様の力ある権威ある言葉を聞いた、それがガリラヤですよ、彼らの生活の場所。女性たちにとってはイエス様の身の回りの世話をし共に過ごした場所、それがガリラヤです。そのガリラヤでお目にかかれる。弟子たちは今はイエス様の復活のことを知りません。まだね、まだ傷んでいるわけです、苦しんでいるわけです。で弟子たちが本当にガリラヤに帰るということはどういうことかというと、なんか勝利をして元気で帰るっていうんじゃなくって、あの放蕩息子が全ての財産を失ってボロボロになって命からがら、ああお父ちゃんところ帰ろう、雇い人の人にしてもらおうってとぼ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 帰っていくような、ああいうイメージかもしれないですね。
イエス様は死んだ、ああ裏切った、そういうところお目にかかれるんだよって言うわけです。まあ私たちは挫折を経験したり失敗を経験したり取り返しのつかない状況を経験することがありますけど、いや大丈夫だって、イエス様はそこで待っていてくださる。私たちのこの礼拝が、あるいは祈祷会が、デボーションの場所が本当に主とお目にかかる場所になる。私は毎週日曜日ここに来て復活の主に出会う、まあ、もちろんどこでも会えることができますが、私たちは神の家族としてこの礼拝を通して復活の主にお目にかかることができる、ね、8節には女性たちは墓を出て逃げ去ったって、そのよみがえったと言われても、ここにはおられないと言われても信じられないように、驚くべき、正気を失った、自分たちの見たことや聞いたことをもう誰にも話さなかった、いや話せなかったんです、恐ろしくて。マルコによる福音書はこの8節で終わってるんですね。まあその後付け加えられたということで、あのマグダの周りに現れるとか弟子に現れるとか書いてあるんですけど、マルコによる福音書はここにはおられないって蘇られたって終わってるんです。見つかりの言葉です。神の言葉です。それを私たちは信じていく。もう女性たちは恐れたけれども落ち着いて我に帰った時にきっと弟子たちに伝えたと思いますし、ペテロに伝えたと思う。それがヨハネによる福音書の20章や21章に、ルカによる福音書、来週のあの箇所はルカの24章です。エマオ途上のお話をしたいと思っているんですね。他の福音書ではイエス様に出会った、で、イエス様のクイズを見た、喜んだってありますけど、マルコによる福音書はここにはおられない、蘇られた、ガリラヤでお目にかかれますということで終わっています。私たちは聖書が語るそのことを信じたいと思うんですね。女性たちは自分たちの愛、また自分たちの考え、自分たちの計画で主のお体に香油を塗ろうと思って準備をしました。けれどもその準備したものは必要がなくなった、蘇られたから。私たちは信仰を自分の努力や頑張りでするということがあるかもしれません。けれどもそういう自分の努力や頑張りじゃなくて、もう主は蘇られたって、イエス様が十字架にかかり蘇られたというこの恵みによって私たちはこう生きる。私たちの罪のためにイエス様が、神であるお方が十字架で死んでくださった。この一週間私たちはその苦しみを思いました。特に聖金曜日、断食した人もいるかもしれませんね。普段やってることをしないという人もいるかもしれませんね。聖金曜日はね、大石さんの家庭集会だったんですよ。断食しようと思ったんですけどね残念ながらね、もう家庭集会で食べませんなんて言えませんからね、タレフク食べましたよ。苦しみました。だからイエス様の苦しみを満腹という苦しみで味わった。その後私ね、ちょっとお腹の調子悪くなった、ね、苦しんだんです。あの夕方、金曜日の夕方、本当に何度も何度もトイレに駆け込まないといけないっていう、そういう苦しみを与えてくださって感謝します、祈ったんですけどね。本当にちょうど午前9時から午後3時、あ、今イエス様が十字架に着いた時ですねって、午後からはキングズガーデンのお祈り会があったんですけどちょうど3時ぐらいにね、あ、イエス様がっていう、そういう思い、きっと皆さんもいろいろともおられてそのことを感じたんじゃないんでしょうかね。来年はできたら聖金曜日の夜の礼拝をしたいなって思っています。カトリックではね、あのやっているんですけども、この1週間、いや本当に私たちは日々イエス様の十字架の苦しみ、それが私の罪のためであった、でも死んで終わりじゃない、葬られて終わりじゃない、蘇られた、ここにはおられない、イエス様に墓はいらないって、
それが聖書を通して私たちに語っていることです。ヨハネによる福音書の20章の最後のところに聖書が書かれた目的2つ書いてあります。それはイエス・キリストが神であるということを私たちが知ること、そして永遠の命が与えられていることを私たちが信じることだと書いています。十字架と復活なんです。私たちの全ては十字架と復活で生かされているということです。十字架の救いの原点と復活の力によって私たちは生きる。そして弟子たちはそのことの証人となった。それがペンテコステの聖霊を受けた彼らの働きでした。私たちは信仰生活をしていますけれども、時には弱ることもあります。神様に本当に離れたなって感じることがあるかもしれません。神様からたとえどんなに離れているところに今自分がいたとしても、神様の清さからもう自分は比べるものならないほど自分は罪深いものだとそう感じたとしても、あの墓場を、悲しみの場所を、よみがえりの場所にしてくださったように、私たちのその問題の場所、罪の場所、痛みの場所、それを復活の場所、もう驚くべき、考えられない、信じられない、そういうものにしてくださる。これがイエス・キリストの私たちに対する復活の約束です。敗北の場所であったとしても、イエス様はそこを勝利の場所にしてくださって、私たちをガリラヤでっていうようにお目にかかれる。どんな場所においても主は共におられて私たちと間に合えてくださる。この1週間も私たちはどんなところを通されても、そこをこう恵みの場所、そうしてくださる主を信じて、この1週間もね、歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、主はよみがえってここにはおられない。ここがイエス様の遺体を納めした場所である。そこにはイエス様の遺体はありませんでした。主はよみがえられた。驚くべき神の御業、人間の考えや常識では信じることのできない出来事、それが起こった。そのことを今全世界で記念としてこのイースターの礼拝が守られています。イエス様の十字架の死とこの復活を通して、神様は私たちに罪の許しと魂の救いと、そして永遠の命の恵みを与えてくださっていることを心から感謝いたします。努力や頑張りでその信仰を持ち続けるのではなくて、この十字架の信仰、復活の信仰によって私たちを生かしてください。今置かれている場所がどんなに辛い場所でも、痛い場所でも、苦しみの場所でも、イエス様は共におられ、そこを恵みの場所、逆転の場所としてくださることを信じます。どうぞイエス様が私のために十字架でどんな苦しみを得、命を捧げてくださったのか、それは私たち一人一人を愛しておられるからです。死んで終わりの生涯ではなくて、よみがえり、復活の命を与えてくださいました。聖書はそう語ることを私たちは信じて、イエス様と共にこの週も歩ませてください。病んでいる者、痛みの中にいる者の上に主の癒しの技がなされるように、戦いの中にある方々の上に勝利が与えられますように、お一人お一人を祝福してください。今日これから3名の方たちがこの阿波田教会に入会をなさいます。それぞれのところで信仰を持ち、それぞれのところで洗礼を受けられて、またいろんな環境の中でこの教会に集うようになられて、阿波田教会の席を受けることになられます。3名の姉妹方の上に祝福が与えられ、どうぞ私たちとまた良き関係を築くことができるように導き助けてください。午後からの愛三会、第三出会い、今週持たれる全ての集会の上にあなたの祝福がありますように、どうぞ導いてください。今日初めておいでになった方々がおられるでしょうか。お久しぶりに来られた方もいられるでしょうか。お一人お一人の上にあなたの恵みと祝福をお与えくださるように、いろんな事情、弱さのため、お仕事のためおいでになられた方々、そのところで復活の死を見上げることができたことを信じます。御心ならば第三礼拝に導いてくださるように、時間と財を捧げて礼拝を守るために集われた御前にいらっしゃる一人一人の上に特別なあなたの恵みと祝福が与えられますように、感謝しこれらの祈り、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌128番をもって共に主を賛美いたします。献金をいたします。献金ご奉仕、古賀姉妹、鈴木みどり姉妹、鈴木敏子姉妹、よろしいでしょうか。献金はクリスチャンが感謝の印に捧げるものでございます。ご用意のない方はどうぞやり過ごしてくださいますようにお願いいたします。
いただきまして、感謝のお祈りを小賀姉妹にお願いいたします。あなた方に平安があるように、天の神様、主の皆をあがめて心から賛美いたします。イースターの礼拝に出席できましたことを心から感謝いたします。イエス様の死と復活を通して永遠の命が与えられていることを覚えて心から感謝いたします。この礼拝に聞こえなかった方々の家にも、あなたの恵みと祝福が私たちと等しくありますように。すぐる一週間も聖霊様が私たちと共にいてくださり、あなたの恵みと祝福の中を歩んでいくことができますようにお導きください。日本全国、また世界に持たれているイースター礼拝の上に、あなたの恵みと祝福が豊かにあらぬことを願います。語ってくださいました江上先生の上にも、どうか上よりも恵みと祝福が豊かにありますように帰ってみてください。ただいま心を込めて献金をいたしました。どうか清めてあなたの御用のためにお持ちくださいますように。これらの祈りとイエス様のお名前を通して御前に感謝してお祈りいたします。アーメン。正英新聖歌63番を共に賛美した後、江上先生に祝祷をしていただきます。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんこと。アーメン。ください。ただいまから入会式をいたしますので、北玲子姉妹、北上明子姉妹、加藤姉妹ですね、由香子姉妹、どうぞ前の方においてください。一応礼拝はこれで終わりますので、もしお急ぎの方おられたら席を立っても別に構いませんので、ご自由に行ってください。どうぞ前の方においていいですか。